行きましょう。一番未来見てるわ、ルンバマンが。これでじゃあ、もうここの、ジェノサイドームだっけ？うん。まあ終わった感じなのか。いやでもなんか、強くなった感じがするよね、ルンバマン。しかり。ちょっと待ってね。どんぐらい強い？ゲガ、テラパワーか。うん。メガ、強っ。バカ強いじゃん。うん。で、守りの帽子もつけると。これをさえ。で、強えなぁ。で、レベルもうね、50以上いっちゃってんだよね。うん。早送りの間に、実は。うん。よし、それじゃあ、一回セーブして、セーブ C の、ちょっとまたじゃあ、時の最果てに行きましょうか。うん。よし。じゃあ、ヒジ、早送り。お。やっぱ減ってますね。原始から未来、すべての時を股にかけ、日の光を集め続ける石、と、中世では幻と言われる虹に輝くもの。もう残り二つになりましたね。この力を貸してくれるものっていうのが。うん。さあ、じゃあ、まあ、順番的にじゃあその、日の光を集めるもの、みたいなやつ、でいいのかな。でね、さっきルッカに話しかけたらね、教えてくれたんだよね。古代でラボスエネルギー以前に使っていたっていう太陽エネルギー。ラボスに立ち向かうには、おあいつら向きかもしれないよね。で、これで、なんかね、映像がまた切り替わるんですけど、これ、未来だよね。うん。未来の洞窟の、で、あいつのこと言ってんじゃないかなと思うんだよね。俺が一回ボコボコにされた。うん。ライジングさんみたいな。あいつだと思うんだよね。うん。なんで、ちょっとそこまで、一飛びで行こうと思います。ひぎ早送り。はい、来ましたね。光の祠。あ、ここでいいと思うんだよね。で、絶対にね、セーブです。はい。間違いない。うん。なんか僕の記憶が正しければ、バカ強かった気がするんで、まあ、あそこからレベル、多分10いかないぐらいは上がったと思うんで、戦えるようになったと思うけど、まあ、それでもね、ちょっと怖いんで、セーブですね。まあ、じゃあ、とりあえずあいつを倒せばいいのかな。よくわかんないけど、やることが。うん。なんかあの、目ん玉みたいなやつが、はい、光の祠、行きましょうか。どうなるかだね。そうそうそう、こんな感じで。あれこんなのだっけ？あれ？あ、なんかマグマみたいな感じじゃなかったっけ？あれ？ちょっと待ってね。せっかくセーブしたのにわけわかんない。うん。あれ？ちょっと火早くり。はい、別の離島でしたね。はい、ちょっといらない時間を。太陽神殿。はい。こっちでしたね、多分。で、もうセーブはもちろん太陽神殿の目の前でしてます。はい。さあ、一撃で倒したいね、一発で。うん、一発撮りで。そうそう、このあった。で、出てくんだよね。もう分かってるから、来いよ、ほら。名前なんだっけ？ライジングさんみたいな。サンオブさんか。全然違えわ。で、ビクトルネードね、とりあえず。うん。これが強いんだよなこいつは。あ、でも、先手打てたね。これはでかい。さあ、どんぐらい入るか。いけ。え？何？ん？外れ、反撃の炎。どういうこと？外れ、反撃の炎。あ？外れ、反撃、何が？え、全体攻撃やめだった感じ？これ。何がやめて。フレア。これが強いんだよな、普通に。うん。あ、ダメだこりゃ。ちょっと待って、アイテム、ハイポーション、アイテム、強くねえか。アイテム、ちょっと待ってね。やばそう。負けたくないよ。アイテム、ハイポーション。で、それぞれハイポーションして、ルーレットシャッフル。何やってんこいつ。とりあえずもう一回、あーやばい。まあ、とりあえずもう一回、ビクトルネードだけど、死にそう。うん。やばそう。うん。勝ちたいよ。はい、これダメージ入ってる？入ってないね。入ってないわ。うん。これダメだわ、これ。うん。あ、負けるわ。
あ、これ負ける。終わった終わった。もう処置が諦めてる。うん。何、水？おぉ。なんだよ、こいつ。わかったわかった。はい、強い強い。うん。わかったよ。オッケーオッケー。そう。おい、水関係ねえじゃん。なんだよ。水関係ないんかい。全く入んねえよ。全滅だよ、普通に。こいつ強すぎんだろ。何こいつ。でも、今回分かったのは、毎回外れて出るんで、なんか一体って攻撃してみたんですよ。そしたら、なんかね、攻撃、反撃してこない。外れて出ないやつが、毎回いるんですよ。うん。だそいつを攻撃し続けてればいいのかなと思ったんですけど、いかんせん、強すぎる、攻撃力が。うん。あと、十何歩しか効かない。うん。尺とか入んない。やばいね、これ。はい、4度目の挑戦かな。うん。で、ちょっと装備をね、いろいろ変えました。はい。まあ、これで勝てるかどうかはわかんないですけど、なんかだいぶ前に、レッドベストっていう火のダメージを2分の1吸収ってやつを手に入れたじゃないですか。これ使えるんじゃないかなっていう。あとアクセサリー系をバリアリングにしましたね。もう、二人とも素で HP が900。まあ、ルンマに前に至ってはカンストしてるんで、はい。もういらないかなっていう。はい。HP 上げる系のアクセサリーは。で、バリアリングっていう魔法防御を、10上げるやつをね、つけました。これで勝てなかったらもうやばいね。とりあえず行こうか。よし。お、なんか3オブ3が光を失ってくって出たね。そろそろ勝てるのか？ちょっと今回ね、いい。だいぶ勝てそう。どうした？終わった。終わったよ。強すぎ。いやね、レッドアーマーっていうのがね、だいぶ助かる。火の力を2分の1、どこ行った？ボーリング？何今？ボーリング？どっか行ったけど。これどうすればいいの？とりあえず奥行けばいいのかな？え、また戦うの？すごい、ぷよぷよ？すごい、ふにふにしてるけど。ちょっと待ってね。一回セーブしたいな。セーブは、しなくてもいいから。ちょっとごめんなさいね。火早送り。はい、一応、全回復しました。よし。ん？やべ、ハイポーション。結構無駄にしたかも。まあいいわ。なにこれ。これは、古代の太陽石。長い時間が経って、光を失っているようです。おう。しかし、もう一度光を当て続ければ、エネルギーを取り戻せるかもしれません。私の推測では、6500万年以上は必要でしょう。はい。丁寧だね。親切丁寧。もうやること分かったから、俺。冴えてるよ。考える時間いっぱいあったから。どんだけこいつにやられたと思ってんの？三オブさんに。もう得て。じゃあ、6500万年に行きましょうか。ヒギ、早くに。ここかな？光の子ら、いいね。ここでいいのかな？太陽神殿、太陽神殿があるわけねえか。6500万人。ここで、これを置いとくみたいな感じなのかな？ここが24時間、日光が当たっている場所ですか？なるほどね。暗黒石を置きます。はい。これでフィットで私の時代に行けば OK ですね。親切だな。全部教えてくれる。これルンバマンが、仲間っていうか、パーティーに加えてなかったら教えてくれないのかな、ここまで。まあ、確かに、エイラとかだけだったら、教えてくんなそうな感じがするよな。ごめん、よし、わからない、みたいな。まあ、いや、とりあえずじゃあ、未来に行こうか。ひぎ早送り。はい、未来に来ました。ここでいいんだよね、光の子ら。もう、何千、何万、何十万年、もっとか。あの暗黒石ずっと、まあ、日干ししてたわけでしょ？どうなってんのよ？あれ消えてるよ？あ、ありません。暗黒石がどこにも、どういうこと？しかし、亡くなってるから、かなり経ってるようです。少し時間を戻ってみましょう。これ時代一個一個戻る感じか。どうなんだろうね。盗まれたとか。いや、あんな石盗むやついねえか。まあいいわ。ちょっと一個ずつ戻っていこうか。ひぎ早送り。はい。これ今ね、王国歴1000年ですね。
この時にはあるのかどうかって話だよね。ここでもうなかったら、もっと前ってことだもんね。ねえじゃん。ここにも内容です。この時代の誰かが持ち出したのでしょうか。ああ、そういうこと？え、じゃあもう、ここから聞き込みか。え？ん？この時代、そうなんの？どこ行けばいいの？ちょっとひぎ早送り。はい、ちょっと今ね、早送り中だったんですけど、これね、ビネガーの像がなくなってるんですよ。で、これ多分あれ、王国歴600年でビネガーの館でビネガー倒したから、こうなったってことだよね、多分。多分だけど。うん。いや、なんかね、違和感はあったんですよ。なんかやけに手応えないなっていう、あのビネガーの館のパートだけ。この時代のこの街に影響してるってことなのかな？草むしりも大変だよ。めっちゃ平和になってるもん。うん、めちゃくちゃ平和になってる。で、僕はピンときちゃったんですけど、まあ、今、ちょっとね、黒曜石だっけ？石のありかを聞き込みしてた、ついでにここで気づいたんですけど、グッズマーケットとか値段変わってんじゃね？めっちゃ高いとこあったじゃないですか。ボル店。うん、だいぶ前だけど。うん。どうだろう。いらっしゃい、何が欲しいね。こんなね、なんか、有効的じゃなかったもん。おい、めちゃくちゃ安い。ただ、やっぱ今の俺たちにはそんな強くないと思ったけど、社員プレイ、あ、でこれあれだもんね。んでも安っ。やっぱ値段変わってるんだ。ハイポーションこの値段はやばいでしょ。ちょっと待ってね。うん。ここは絶対見せなくていいけど。うん。限界まで買います。はい。シェルター。でも他の店より安いよな、圧倒的に。合ってんな。まあ、とりあえずいいかな。光のローブもな。あの時は相当強かったんだけどな。ちょっと俺が強くなりすぎちゃってるな。まあいいわ。この時代に影響があるってことが分かったからよかったわ。うん。まあでも、黒曜石だっけ？あれはね、まだ、ちょっと情報得られてないんで、引き続きちょっと聞き込みします。ひぎ早送り。あら、ビネガー。ビネガー発生。はい。一生懸命掃除してます。サボってなんかいません。本当です。シクシク。そんないじめなくても。あ、これいいっすね。まあ、ビネガーを倒すまでは、めちゃくちゃ威張ってたけど、ビネが倒した後は、まあ、言い方あれだけど、まあ、落ちぶれたというか、うん、下っ端になったんだ。うん。俺の名前はバンド。メディーネ村とトルースの間に定期戦を作るためにここに来てるのさ。やっぱこう、この村がもう魔物だけじゃなくて、こう人間もちゃんとね、住むようになって、平和にはなってますね、完全に。いいことをしたね、ビネガーを倒すっていう。でも情報は一切得られなかった。引き続き、ひぎ早送り。ちょっと今ね、まあ、適当に空飛んでたんですけど、明らかに光ってる。蝶々の屋敷が。え？どういうことこれ。明らかにピカピカしてるけど、絶対なんかあんじゃん。こんなわかりやすいピカピカある？なんで？何が起きてんの？話聞いてみようか。うちの人、欲がなくてね、もう少しがみつくてもいいのに。おう。この世で一番好きな人、あ、ここあれじゃん。ハイパー星肉あげたとこじゃん。うん。暗黒石、あれ？あ、それなら旅の若者がここに置いてったんですよ。あなたが、他には大切なもののようだ。どうぞ持っていってください。え？もらったの？え、こんな感じでいいの？僕お父さん大好き。こんなんでいいの？めっちゃ簡単にもらったんだけど、暗黒石。ふふふ。わかりやすかったなぁ。いや、もうちょっと、うわ、また止まりようと思ったんだけど、ストーリーが。こんな簡単にもらえんの？え、で、どうすればいいの？この時代の、あそこに置けばいいのかな？で、また未来に取りに行く感じかな？合ってるかな？多分大丈夫だよね。じゃあちょっと、ひぎ早送りで行こうか。ひぎ早送り。はい、未来に今来ましたね。これでどうなってるかだよね。暗黒石が。とんでもないことなってんじゃないの。おい、めっちゃ光ってる。めっちゃ光ってる。なにこれ。ピカピカしてっけど。すごいエネルギー反応です。ルッカさんならこれを使えるかもしれません。ルッカさん呼びましょう。わあ。親切設計。優しいな、ルンママは。じゃあパーティーにルンママンじゃねえわ。ルッカを入れればいいってことね。だよね。合ってるよね。ちょっとひぎ早送り。
よし、じゃあこれで行ってみようか。太陽石も扱えんの？ルッカは。すごいな。もう、そこら辺の少女とは全然違うね。これでいいのかな？すごい。これだけのエネルギーがあれば、強力な武器が作れそうだわ。早速、私の家に行きましょう。あ、ルッカの家に行くの？あ、これで、もしかしたら、ルッカのお母さん、どうにかできない？太陽石の足とか作れない？無理かな？太陽石エネルギーを扱いやすいパワーに制御し、すごいな、そんなことできんの？真空カートリッジにパッケージリング、何言ってんのこいつ？すごいキモいこと言うけど、こういう女の子が、こうやって女の子座りしてるとこ好きなんだよな、俺。なんか、こういう活発な女の子が女の子座りしてんの。完成したわ。ちょっとキモすぎたか、今の。反省。何が完成したの？めっちゃ喜んでる。あ、なんだ、怖い。ミラクルショット？何それ？小学生が考えたみたいな。痺れる。あれ？見るか。わしも負けずに作ったぞ。太陽石をちょっくら拝借してるのは何してんだ、お父さん。何してん、タバン。太陽のメガネ？何それ？田舎のメガネ屋？田舎のメガネ屋みたいな名前してっけど。あ、で、これでじゃあ、ルッカを強化する感じなのかな。だとしたらさ、なんか今までのそのイベントというかこの、教えてくれたやつあるじゃないですか。手助けになるよみたいな。それぞれの装備が手に入るみたいなことなのかな。どうなんだろう。あ、でもカエルもグランドリオンが強化されたから。っていうことっぽいよな。だとしたら、まあ、エイラは素手か。マールがまだ手に入ってない感じ？ん？誰が手に入れて誰が手に入れてるか忘れちゃったな。で、バカ強いじゃん。91から184になるぞ。バカ強いじゃん。で、太陽のメガネはどれ？すべての攻撃力を強化する。強。これはどうなの？緑の夢ってどんなだっけ？ちょっとごめんなさいね。マジックスカーフで、そうかそうか、一回だけ、戦闘不能自動回復。これも強いんだよな。まあ、これルンバマンからもらったしな。でだよ。吉高に、太陽のメガネ。いいですね。メガネが似合う男はね、色男ですから。よし。さあ、じゃあ、ちょっとまた時のさやたに戻りましょうか。なんか着実に強くなってる感じがするね。最終決戦に向けて。じゃあ、ヒギ、早送り。中世では幻と言われる虹色に輝くもの。ああ、もうラスト1個になったね、ついに力を貸してくれるものが。中世に行けばいいのかな、とりあえず。多分そんな感じだよね。てかあれだよね、虹色の貝殻って言ってるから、あれ、トマが、岬から、この西が、なんか、どっかに行けば、どっかに行けばあるよ、みたいな、教えてくれたとこだよね。場所は大体分かってますから。じゃあ、中世に行きましょうか。その前にセーブ。ヒギ早送り。ちょっと、ヒギ早送りちゃったんですけど、よしよしよし。ラボス戦うエイラの村、強い棒があるぞ、行ってみろ。これめちゃくちゃ気になるんで、ちょっと虹色の貝殻行く前に、ここちょっと寄っていいですか。ちょうどエイラもチームに入れようとしてたんで、チームビッグトルネードで。ちょっとね、エイラの時代に行って、防具屋さんちょっと見に行ってみます。はい。じゃあ、ヒギ早送り。とんでもないこと言われました。ルビーいっぱい固めて鎧作った花びら、牙、角、羽、10個ずつ合わせて40個と交換。お前交換するか。これ、足りないよね。そうだよね。いや、マジかよ。でも相当強そうだな、これ。え？何？今。石と交換？どれとのこと？あ、これか。いやー、ちょっとじゃあ、集めますか。大丈夫です。皆さんがそれを見ることはないです。はい。じゃあ、ヒギ、スーパー早送り。はい。全部ね、10個以上揃えました。はい。さあ、どんな強い装備をくれるのか。もうこれでね、既存の装備より弱かったら俺はブチ切れるよ、全然。はい。交換です。お前交換するか？します。ルビーアーマー。
お前まだ欲しいか。いやいやいや、もうどんだけ集めなきゃいけないんだよ。さあ、ルビーアーマー。ルビーアーマーってなんか聞いたことある気もしなくもないけど。そんなことないか。強いけど、まあ3上がるぐらいか。まあ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 。まあ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 。火のダメージを5分の1にする。強。補足説明見てなかった。強。え、絶対これ装備してからの3オブ3じゃん。なんだよ。うん。ちょっと待って、吉高レッドベストつけっぱなしやん。うん。エターナルスーツでしょ。うん。いやー、よし。いいね。これでエイラも強化された感じだね。これでみんな強化されたんじゃないか。吉高、ルンバ、マン、エイラ。まあ、吉高以外は、あ、魔王か。あと、マールか。魔王とマールという。まあ、吉高はまあ、主人公だからね。うん。まあ、強化とかされなくても強いからね。うん。魔王なんかあったのかな？どうなんだろう？わかんねえ。うん。もしかしたらビネガーのとこでなんか僕がやり残したことがあるのかもしれないね。うん。はい。まあ、とりあえずじゃあ、虹色の貝殻のとこ行こうか。じゃあ、ヒギ、早送り。ここですね、おそらく。うん。巨人の爪。そうそうそう。そんなこと言ってた？トマが。じゃあ行こうか。ちょっとセーブ。うん。ヒギ早送り。はい。じゃあ入っていこうか。なんで僕がこんなセーブしてるかってね。なんか、明らかに最終決戦前にして、全滅の回数が増えてきたっていう。うん。で、一気にセーブまで戻されるから、結構しんどいんですよね。とりあえず、あ、なんかあるじゃん。トマの書いたらしいメモが落ちてる。落とし穴。もしかしてわざと落ちる。血。出直してくるか。おー。トマ。うん。そうか。この時点でトマはまだ生きてんだもんね。うん。落とし穴にわざと落ちればいいの？だいぶ分かりやすいヒント。何これ？え？座ってく？めっちゃ笑ってる。え？吉高でそういう一面あり？ちょっとごめんね。うん。やんなくていいことかもしんないけど、うん。やんなくていいことかもしんないけど、エイラとか座らせてみようよ。うん。こういうね、細かいとこ多分やってくれてると思うんだよね。うん、どう？いやーすごい。笑ってるわ。女王様みたいな。うん。いいね。エイラも。まあ、だったらルンママも見とく？うん。大丈夫。ヒギ早送り。はい、ルンママどうなんの？ああ、ガシガシするだけ。ルンママはガシガシするだけ。はい。じゃあヒギ早送り。ここ何なんだろうね。玉座みたいな感じだけど、完全に。あれ？ここは恐竜人の城のようですね。恐竜人？あれ？だって王国歴600年でしょ、今ここ。巨人の爪ってどういうこと？ラボス、降ってきたとき、キランジョ、埋まった。そのまま、ずっと、地面の下。あ、そういうこと？で、王国歴600年になって、掘り出されたというか、まあもう出てきたって感じなのか。え？嘘でしょ？あいついるんじゃない？ねえ。わ、恐竜いるじゃん。まあ、じゃあここら辺ヒギ早送りか。うん。はい、勝ちましたね。ちょっと奥行ってみようか。あれ？なんかやばそう。あれ？懐かしいの置いたんじゃん。あ、なるほどね。シェルタリますか。うん。ヒギ早送り。はい、セーブもしましたね。開くよね。もう一回攻略してんだから、このステージは。なにこれ？あれ？あれ？押してる？何もなんない。なにこれ？あれ？これボタンじゃなかった？もう何千年何百年と経ってるからさ、もうボタンがバカになってんだよ、これ絶対。うん。すごいね、この、あ、そうか、これボタンか、地面のやつ。何も覚えてねえじゃん。うん。え？なんか猫落ちたけど、助け行く？行くか。なんかわざと落とし穴落ちるみたいに言ってたし。うん。やべえかも。ヒギ早送り。青の石。青の石っていうのを手に入れました。なんだろ、青の石って。アイテム。青の石？青の石。あ、装備品なんだ。三人技のオメガフレア発動。え？ってこと？装備は？誰にすればいいの？青の石？ん？誰に装備するのこれ。オメガフレア何？青の石誰？これで、
誰だ誰だ、ビクトリーゼルガに、お目がくれ。え、ないじゃん。どうしたんこれ。さらに技ポイントを稼がなきゃいけないのかな。そういう感じかな。え、何これ、よくわかんない。まあ、いいわ。とりあえず、いい早く。ちょっと待って、今気づいたんですけど、これ、毎回僕アイテムで回復してたじゃないですか。戦闘じゃない時も。もう普通に考えたらそりゃそうか。うわ。えー、やっぱ説明書って見るべきなのかな。これ、普通に、まあ、今、例えばやってみますけど、ヒールビーム。使えるんかい。これ。え、じゃあパーティーじゃない人とかをさ、使えないの。今、まあ、今回復してるからか。いや、どんどん使っていくべきじゃん。これ満タン的なことでしょ？ドラクエで言うとこの。いや、これはやばいって。あ、一応チームに入れてないと使えないのかな？これやばいね、今気づくって。ちょっと、今気づいたことだったんで、一応報告しました。結構ショックです。はい。まあ、じゃあ引き続き、引き早送り。はい、ちょっと奥の方に来てね、2個目のセーブポイントがありました。これはもうボス戦近いんじゃないか？2個目のセーブポイントはボス戦近いだろ、これ。バカでもわかるよ、これは。よし。じゃあここでシェルタって、まあ、僕のゲーム脳が正しければ、ボス戦が近いんで、そこはね、カットせずに戦っていきましょう。ビッグトルネードでね、瞬殺していきましょうよ。で、全回復をしていって、よし、行こうか。さあ、どんなボス？ちょっとあいつが出てくるんじゃないかって、ちょっとウキウキしてるとこありますね。これ何なの？関係ねえのか。怖っ。あ、なんか声する。え？え？これあいつじゃん。名前全く覚えて、なんか、ブラックティラノみたいな名前じゃなかった？うん、確か。何もできねえ。何これ。やば、奥行こうとしたら、なんか、しらけた。うん。戦う感じ？怖っ。何？ルストティラノ ?5。うわ、また数えてるよ。まあ、やること変わんないんだけどね。うん。来た。ルンママの反撃。これがまあまあ強い。うん、そして、ルストティラノにもビッグトルネード。みんな飽きるよね。もう飽きてきてるよね。うん。いいのよ。勝てばよかろうなのだ。3115。強いね。相変わらず。アイテム。間違えた。ミスった。普通にな、なぜかハイポーション今使わなかった、今。ああ、ミスってるわ。ちゃんとやらかしてるわ。うん。ちょっと待ってね。よし、ビクトルネード。これでどんぐらいいけるかだよな。まあ、ヒギ早くで使ってもいいんだけどね。ビクトルネードずっとぶっぱしてるだけだから、多分。倒したー。ぬるいぬるい。もっとでかい距離よこしてこいよ。はい。全員レベルアップ。気持ちよすぎ。うん。今、脳汁ドバドバ。終わり？エンディング？エンディング入る前みたいな。ホワイトアウトだったけど。で？おーい、来たじゃん。手に入れたよ。絶対虹色の貝殻じゃん。虹色の貝殻ですね。俺もそう思う。思ってたよりでかい。重。どうすんのこれ。重い、重い。運べない。城に。誰かいないのか。城に？ってこと？え、城に行くの？うん。え、見た。で、また重い重いって言うでしょ？え、これどういうこと？ガルディア城に助け求めに行くみたいなこと？なにそれ。3人でどうにかできるだろう。あれ、勝手に戻った。なにこれ。助かるわ。俺もひぎ早送りって言いかけてたよ、今。なんかずっと走ってるよ、吉高。バグ？よくぞ来た。君らはいつでも歓迎するぞ。ん？どうされた？まあ、確かにね。リーネを助けた勇者ではあるからな。ん？どうされた？この吉高に対して言ってる？様子おかしすぎるもんね。吉高止まって。何してんのこれ。お願いがあるのですが。
なるほど。その島にある大きな貝殻を後世まで保管してほしいと。そんなこと俺言ってないけどな。他ならぬ吉高たちの頼みです。私からもお願いします。はい、わかった。その虹色の貝殻とやら城に運ばせて家宝として代々宝物庫に安置させよう。騎士団長は、巨人の爪に渡り虹色の貝殻なる巨大な貝を何としても城に持ち帰るのだ。は、直ちに。あ、これさ、保管するって言ってたじゃないですか。現代のガルディア城にあるってことなのかな。ありがとうございます。で、終わり？あなたたちには何とお礼を言っていいか。カエル？カエルはどうしたのです？めっちゃ好きじゃん、カエルのこと。ちょっと待ってろ、ひげ早送り。ちょっとね、サプライズでね、カエルも連れてきましたが、マールもね、はい、子孫ですよ、あなたの。はい、カエル、やはりあなたも吉高たちと一緒でしたか。よくやってくれました。あなたは何はばかることなくこの城にいていいのですよ。そのお言葉だけで十分です。あれ、これ見たぞ。デジャブがすごかった今。うん。でもこの BGM 聞けたってだけでね。カエル、ご苦労であった。お前の働きこそ騎士の名にふさわしい。私のような者にはもったいないお言葉。いいですね。料理長いるじゃん。なに、おめえらのおかげよ。俺は料理しただけだ。魔王軍の勝利は料理を考えてんだ。ゴージャスなやつだな。まだ考えてんの？おう、なに、ハイパー押しに行く？いい、ハイパー押しに行くわ、もう。これじゃあ、虹色の貝殻は、もう終わったのかな？ちょっと気になるとこあるんで言っていいですか？ひげ早送り。私、ただのお嫁さんにしてもらうの。うん、やめとけ。じゃあ、あんま関係なかったのか。なんか、村長が依頼してたじゃないですか。トマに。うん。だからなんか、虹色の貝殻手にした後だからなんか変わんのかなと思ったんですけど、何も変わんなかったですね。ルンバもいる。うん、ルンバもいる。うん。まあ、じゃあ、とりあえず、現代に行こうか。で、いいんだよな、多分。うん。じゃあ、ヒギ早く。はい、来ましたね。でも今、ガルディアオとめちゃくちゃ喧嘩してるけどね。ハイパー星肉食わせて。血糖値爆上がりして。うん、大丈夫なの？そこに関しては。裁判が終わるまで封鎖しろとの大臣のご命令。え？裁判？何ですよ？え？裁判？まもなく裁判が始まります。誰って？ガルディアオの裁判。え？ガルディアオの裁判？どういうこと？王が代々伝わる家宝を密かに売り飛ばしたということですが、え？虹色の貝殻売り飛ばした？え？これどうなんの？何これ？左に同じです。そこに階段なんかあったっけな。裁判が終わるまで封鎖しろと大事なご命令です。階段これのこと？ん？これはだって。あ、違う違う違う。あ、確かに。右の方か。ここのこと言ってる？確かにあったっけ？こんなとこ。うん。右側に通路があった。あ、なかったね、こんな。ここは宝物庫です。危険ですので入れません。いや、やば。普通にヘビいたけど、うん、ヘビ2体いたけど、これあれだね、大臣くせえな、うん、大臣相当くせえな、これなんかしてんだろ、なんかあるよ、鍵かかってる、こんなんあった、何あれ、めっちゃ気になるんだけど、え、どこに行けばいいのこれ、こっちいいの、通せません。なん、通せよ。通しなさーい！お、マール！あ、よかった！俺全然意図してなかったけど、マール連れてきてたの。うん、通した。よし。いけた。皆さん、王家に伝わる家宝、虹色の貝殻をご存知ですか？おぉ、繋がってきてるね。あ、じゃあやっぱあそこで途中で止まっちゃうのはしょうがなかったのかな？血糖値爆上がりで。私もこれを見るまでは知りませんでした。ガルディアの遠い祖先の書いた遺言です。千年の宣告祭の時に家宝、虹色の貝殻を国民の前に祀れ。そんなものは知らん。大体、家宝などこの城にはない。
これが偽物とでも？なぜ被告は虹色の貝殻を国民の前に出さないのか。それは、もうここにはないからです。欲に目がくらんだ被告はお金欲しさに大事な顔を売ってしまったのです。さあ、証人を。なんです？王者様、裁判中です。父上。おう、マールディアよ。私は大臣にはめられようとしている。もう見ればわかる。見ればわかりまくる。人聞きが悪いですな。証拠さえあれば、王の無実は証明できるのですよ。証拠？ええ、もし家宝を売っていなければ、まだこの城にあるはずですからな。私の目の前に虹色の貝殻を持ってこられたのならば、無罪を認めましょう。ま、無理でしょうけどね、クク。悪い奴だな、大臣は。どの時代もね。大臣、何を企んでおる？さあ、そいつらはつまみ出せ。この兵たちも兵だよな。なんで大臣側の言うこと聞くんだよ。通せません。通しなさい。ダメです。王女様といえども、お通しできません。虹色の貝殻を持っていけば、無実を証明できるぜ。何言ってるの？あれは大臣のでっち上げなのよ。初めから家宝なんてないのよ。忘れたか？俺たちが AD600 年でやってきたことを。歴史を変えたため、今の時代でこの城に虹色の貝殻があるはずなんだ。なるほどね。なるほど。同じ反応しちゃった。AD600 年の王様、つまり、先祖様たちに渡してきた虹色の貝殻が400年経った今でもしまってあるっていうのね。行きましょう。きっと地下だ。あ、じゃあこれあれなのかな？虹色の貝殻のイベントを進めないでここに行くと、その後に600年の方に行くっていう流れになるのかな？合ってるかな？俺はたまたまその虹色の貝殻の方を先に進めたから、いや、合ってるのかな？どうなんだ？ここに関してはもう、全クリした後に、攻略サイトとか見るしかないよな。やっぱそうだよな、ここだよね。ネズミにスネをかじられた。どういうこと？どういうこと？こんな都合のいいネズミ。仲間か。ネズミの仲間でいたっけ？ヘビいるね。カエル大嫌い。ニョロタ。親分は13代にわたる恨みが晴らせるってウキウキさ。キッキッキッキ。13代にわたる？でっち上げの証拠品で王様を死刑にするんだとよ。キッキッキ。ここでガルディア城でヘビでしょ？で、恨みでしょ？なんかちょっとこう、思い当たる節はあるよね。この奥にあいつがいるってこと？いや、奥にはあれか、虹色の貝殻しかないか。もうちょっと変な考察やめとこ。外れたらはずいし。やっぱり陰謀よ。急ぎましょう。めちゃくちゃ雑魚かったな、今の敵キャラ。さあ、ええ、確かに王様から買いましたよ。大変お金に込められていた様子で。この証人もグルナなんだな。嘘を申すな。私はお前など会ったこともない。静止君に。裁判長も何なんだよ、こいつ。この立場。へへ、これでよかったかい？早い早い。早いって、それ言うの。グーだ。早いって、裏でやれよ。で、表でやるんだよ。で、表で賄賂渡すんだよ。あ、この敵知ってるぜ、俺。俺、こいつ覚えてるよ。修道院にいたやつじゃん。多分雑魚いだろ、こいつら。普通の攻撃でいいだろ。ミアンヌって名前だっけ？名前までは覚えてないけど、さすがに。弱い弱い。軽減16。しょっぱいしょっぱい。よし。行こうか。いや、早いな。ひぎ早くに。よし、この先に虹色の貝殻があるでしょう。あったー。ちゃんとある。こんなピカピカに。すごいね。箱とかに入れなくていいんだ。400年経ってんでしょ？全然色褪せないじゃん。あった！虹色の貝殻。ちょっと喉が、喉が回るじゃなさすぎるな。こんなところに手紙？手紙？回るへ？え、これマールいなかったらどうなんだろう。マールいないとそもそも進まないのかな。どうなんだろう。親愛なるマールへ。父上との仲はいかがでしょう。え、今のあなたにはわからないかもしれませんが、いがみ合っても離れていても親子は親子。あなたはいつか親から育っていかなければなりません。そしてあなたもいつか親となる。それはいつでも変わりないはず。だからこそ
私たちとマールも繋がっているのですから。リーネや。絶対リーネじゃん。もう読んでる途中にリーネって分かったから声をリーネにした。俺は。ちょっとこのエピソードもハッピーエンドで終わりそうじゃないか？どうなの？言うの早いかこれまだ。リーネ様。そうか。カエルからしてみれば。そうか。これ来るものあるよな。お前カエルなんか、人間に恵まれてるな、お前周りの。先を急ごう。ちょっと泣いてますやん。カエル多分。父上、今行くからね。てかそれ持ってんの？あ、かけらか。はいはい。かけらでいいんだ、持ってくの。陪審員たちよ、有罪と思う者は左へ、無罪だと思う者は右へ行きなさい。このシステム何なの？クイズ番組みたいな。ずっと前から思ってて。有罪。何？あ、早く急がなきゃいけない。あ、何これ。急げ急げ。戦った暇ないよ。やばいやばい、こんな感じなんだ。勝手に俺、戻って。当たっちゃうよねー。早くしなきゃいけないの。これ絶対早く行かないと、死刑。王様、死刑。ゲームオーバーってなるだろ、これ。わかるわかる。この BGM はね、急がせてる、俺を。やだよ。そんなバッドエンドは見たくないよ。これハッピーエンドになりそうじゃないってバカみたいな発言してんだから、こっちは。自分の発言を実行させなきゃ。はいはいはい。どっちだっけ？どこだっけ？こっちか。最悪のロスタイムね。バカならではのロスタイム。あの宝箱気になるんだよな。途中の。踊り場にあるやつ。行くよ。早いよ。ダメです。王者様というのもお通しできません。行け、マール。どうしてもダメというの？はい、どうしてもです。手はあるわ。少々荒っぽいけど。ついてきて。何？どういうこと？裁判を言い渡す。有罪4、無罪1。全体少な。参加人数5人？よって、有罪とする。王様有罪。ああ、悲しんでる。これで、ガルディアの時代は終わりましたな。これからは、この私が国を指揮します。さあ、連れて行け。待ってー。誰だ？え？嘘でしょ。マル。王女様だよ、お前。ミッションインポッシブルじゃん。父上ー！かっこいいな、お前。かっこよすぎ。これはかっこいい。マルディア！大臣もアングリよ。マルディア様！すごいね。しかしもう遅い。ガルディアは国民の裁判によって刑は決まったのです。王といえども。そんなことはないわ。それは、あなたのでっち上げよ。いやいや、事実、王は王家の宝を。宝ならここに。持ってきた、かけら。それは、観念なさい、大臣。こいつは何なの？くく。え？くくくく。観念するのは君たちの方だよ。先祖代々受け継がれてきた恨み、今ここで晴らさせてもらうよ。あ、王様逃げた。スーパーウルトラ、デラックス、大臣チェーンジ。このダサい感じ。やっぱりな。俺のやつ当たってた。珍しく。名前こそ出てこなかったけど。ヤクラだそうだ、ヤクラヤクラ。一番最初に俺が全滅させられた敵。よっしゃー、やばい。メンバーね、あんま強くないぞ、これ。これ、万能薬。技。ちょっと待ってね。X 切り行こうか。いや。X 切り、早く早く。早く早く。何してんのこれ。何の時間？このね、ヤクラをね、X 切りで倒してますから。この熱い展開ね。我ながら素晴らしいね。で、ハイポーションで、待って、一回、ラピスだな。ラピスで、で、とりあえず、X 切りでいいと思う。いや、刃の時も熱いな。刃の時行くか。平石って何？
避雷針って何？そんな技あったっけ？何この技？ちょっと待って。ちょっと待って。かっこいいかも。バカ杖。バカ杖、避雷針。で、ラピス、X 切りよりかっこいい技見つけました。避雷針。この技何？この連携技、かっこよすぎない？避雷針。俺バカみたいにさ、やっぱ一応かっこいいと思ったやつずっとやり続けちゃうから。もう避雷針の虜よ、こっちとか。いや、ヤクラには悪いけどね。もうヤクラには別に何もしてないけどな、こっちは。どうしよっかな。もう余裕がある。回転オールとかやっちゃう。なんかマール使うの久しぶりだからどんな技持ってたか忘れちゃってんの。あー、懐かしい、この感じ。あ、回転オールだって連携技か。吉高の回転切りに合わせるのか。余計なことしちゃったな。で、開いてね。ヤクラ自体はそんな強くないわ。で、お前もなんか攻撃技やろうよ、マールも。アイスとか言ってみる？とりあえずアイス。どんぐらい効くかわかんないけど、だいぶ初期の技じゃないこれ。まあ。お祭りは、デロロロロ。よ、13代にわたって復習しようと思ってて、なんで13代目でやろうと思ったのかわかんないけどね、このタイミングというか。まあ、野暮なことは言わないでおくけどさ。さあ、もう、見る人も飽きてきてるであろう、平石ね。ただかっこいいから俺は言うですよ。で、もうマールがやっぱり先祖から聞いてるぞ。なんだ？何を聞いてるんだ？この、お前らの弱点は、何、やめて。どんだけ、これだ！何？ 195。そうでもない。そうでもない。だいぶこの、なんか伝言ゲームみたいになって、なんか違う情報が渡っちゃったんだろうな。ヤクラ13世にも。なんか、スピンニードル、バージョン13、スピンニードル、そんな、食らってないけどね、みたいな。スピンニードル弱いらしいよって。なんか変な感じでどんどん伝わってたんだろうな。やばい、でも負けそう。待って。やばい。負ける。ちょっと待って。危ない。吉田が死ぬ。何今の。怖かった、今の時間。ちゃんと負けそうでめっちゃ怖かった今。人って負けそうだとモゴモゴするんだ。開いし。ああ、マールもスマホ来ちゃったよ。何してんだよ。ちゃんと焦ってんじゃん。いや、ヤクラ強い。ヤクラ13歳強いよ。普通に。やるよ、あんた。あんたなかなかやるよ。初代に比べたら全然強くなってる。そこに関しては、賞賛。賞賛に値する。ただ、俺たちもね、まあ、代は超えてない。けど、いろんな時代は超えてきたから。よし。ラピス。HP 高いな、こいつ。まあ、とりあえず、ラピスと避雷針を皆さんにはずっと見てもらう。で、いいんじゃないのかなっていう。いけ。何回雷を伝えてるか、こいつ。また負けるのか。いけ。押し切れ。ヤクラには何の恨みもないけど。この親子のね、絆、お！やったよ、ガルディアを。ヤクラ、初代、リーネ、大臣、倒したよ。やったね。このチームでも勝てんじゃん。ビッグトルネードばっかりね、頼んなくても勝てんじゃん。父上、私。いいんじゃ。何も言うな。別れずやの私がいけなかったんだ。ほんとそうだよ。こちら、好意で9900円もかけて、ね、ハイパー欲しいにかけてるわけだから。血糖値高いのそっちのせいだしね。血圧か。私こそ、父上の気持ちも知らないで。頭では分かっていたけど、うまく言葉にならなくて。私もさ、一時はお前が本当に遠くに行ってしまったように思えた。でも、よく考えてみると、遠くに行っていたのは、私の方だったのだな。今は近くにいる。これからは、父上に何でも言える。
いろんなことを相談したり、吉高のことを話したり、もう好きじゃん。母上のことを聞いたり、いや、母上より先に来ちゃってんじゃん、吉高の話が。もう、俺も好きだよ。うん。母か、恥ずかしい話だが、あの時の言葉が今やっと分かってきた気がする。あの時の言葉？アリーチェが息を引き取る前に言った言葉。マールディアが大きくなれば、あなたの前に好きな人を連れてくる日が来るでしょう。おう。その時、二人を温かく迎えてやってね。だって、その日はあなたにとって、とっても忘れられない素晴らしい日になるのですから。好きな人マールディアは？ん？うん、母上の最後の言葉を父上は聞いていたのね。ああ、お前は小さかったから覚えていないかもしれないが。パパ、私、好きな人いっぱいいるよ。いっぱいいっぱい。って、はしゃいでいたよ。そんなマールディアを見て安心したさ。安心したアリーチェは微笑みながら息を引き取った、そうだったの。どうしたんだい？え？え、何？私って小さい頃は父上のことをパパって呼んでいたのね。ああ、そうだよ。いいね、この父と娘の友情みたいな。友情って絆か。え？ごめんなさい、パパ。わがまま言って、本当にごめんなさい。めっちゃいいシーンじゃん。左のアイテム気になる。左のアイテム気になる。ごめんけど。いいシーンでごめんけど。何？城を出るのは認めよう。じゃが、くれぐれも気をつけるのでしょ。で、変な語尾ですね。気をつけるのでしょ。君たち、娘を頼むぞ。承知いたしました。さあ、私の出番じゃな。誰？ああ、ガッシュ？あ、ボッシュ。すいません。ガッシュは死んでましたね。すいません。ボッシュ。お前さんたちばかりに美味しいところを持っていかれてたまるか。虹色の貝殻からの防具作りはわしがやろう。久方ぶりの出番じゃ、腕が鳴るわい。あ、じゃあボッシュの家行けばいいのかな。ただ俺は、あの裁判のとこのアイテムが気になるんで、ちゃんと取りに行きます。ひじ、早くに。さあ、相手はやっぱあるよね。ヤクラの鍵？嘘でしょ。俺の予想が当たってるのであれば、あの道中の宝箱のこと？こんなわかりやすい道中の落とし物みたいなのある？開くんかい？何？え？あ、リアル大臣？ふぅ、助かったわい。あの化け物め。こんなとこに押し込みあってからに。なんか俺同じやつ見たぞ。俺なんか似たようなやつ、とこうして俺千年祭ムーンライトパレードの準備に取り掛かるんだけど、すごいポジティブなおじさんだな。舌も回ってなかったし、さあさあさあ、じゃあボッシュのとこかでいいのかな。じゃあヒギ早送り。ボッシュ、まあ、ボッシュだけでもないか。ガッシュだけがちょっと悲しい終わり方しちゃったの。あれ、いないけど。え？いないけど。どういうこと？え？いないけど。どこにいんの？絶対ここだと思うじゃん。何してんの？あの、祭りの出店のとこにいるとかないよね。あんなとこで、使う？虹色の貝殻。ちょっとヒギ早送り。いないし、ここにもいねえし。は、どこ行った？あのジジイ。虹色の貝殻普通に取ったよ。取られた？やってんのあいつ。どうしよう。どうしたらいいの？その武器を手にしたいよ。なんかその装備作ってんのか知らないけど。ちょっと待って、一回、時の再発で行くか、じゃあ。ちょっとヒギ早送り。あら、ついにもう何も言わなくなりましたね。
力を貸してくれる者の後に何も情報を教えてくれなくなりました。ってことは全部やったということでしょう。ただボッシュのね装備だけめちゃくちゃモヤモヤするな。どこにいんの？あ、ちょっとエレン走り返しちゃった。ちょっとそれ手に入れたって、もうちょっと悲喜早送り。うん。ああ、ここにいたい。こんなとこに嫌がりやがった。そんな気したの？ちょっとね。うん。これは特別な物質じゃ。これから作る防具は魔法攻撃を受けた時の効き目を弱めることができるのじゃ。おう、相当強いじゃん。プリズムドレスは効き目が大きいが一つしかできん。効き目の小さいプリズムメットは三つできるな。どっちにするね。いや、プリズムドレス一択だろ。こいつは女の子しか装備できんぞ。ちょっと、違う。なるほどな。いや、エイラはルビーのやつでいいと思うんだよな。でも、その、もうこれ、まあ、ネタバレというか先に言っちゃうと、もう正直僕は、まあもう最終決戦近いじゃないですか、多分。もうとりあえず、多分順番的には黒い夢行って、そのままラボスの日じゃないよ。ラボスと決戦だと思うんですよ。予想では。ね。ってなるともう僕はもうこのチームで行こうと思ってるんですよ。チームビッグトルネードで。ああ、もうこいつらの強さはもう僕が一番よくわかってるんで。ってなると、エイラはもうあの、ルビーアーマーだっけ。でも、うん、決まり。うん。で、ルンバマン、いや、どうだろう。ごめん。プリズムメット一択。あ、誰でも装備か。いや、これで行こう。うん。あ、セーブすればよかったかな。セーブだったかこれ今。うん。完成じゃ。これを持っていけ。まあ。2周目で、プリズムドレスやればいいでしょ。うん、さあ、性能を見てみようじゃないか。うん。おー、いいね。上がるね。で、魔法防御、プラス9。ステータス以上、全防止は強い。え、これ全員装備できんの？え、だって守りの防止の効果がついてるってでしょ？相当強いじゃん。うん。え、めっちゃ強いじゃん。なにこれ？うん、大丈夫？で、適度の腕輪でしょ？で、吉高なんだっけ？太陽のメガネ。これは相当いい、じゃないか。うん。よし。皆さん、大変お待たせしました。うん。準備整いました。完璧に。なんか、時の最果てで言われたじゃないですか。もうタイミングは自分で決めていいよみたいな、その、いつでも行けるよみたいな。多分これ行こうと思えば、その、こうやって強い装備回収しなくても多分行けたと思うんですよ。ただ俺は万全の状態で行きたかった。そして今がその万全の状態です。行きましょうか。じゃあ、とりあえず、時の最初って行って、話聞こうか。うん。何も変わってないから、とりあえず行こう。日、早送り。この星の行く末、私はここでゆっくりと見物させてもらうよ。行くか。うん。行こうか。ついに。長い旅だったよ。いつの間にかもう終わりそうだよ。さあ、最終決戦の前にセーブをしようか。まあ、もう僕一つ、もうルートは決まってますね。うん。まあ、黒の夢からかな。うん。やっぱ、多分、バケツから行くのも、フィットで行くのも、多分、最短ではあるんでしょうけど、多分、黒の夢で、ジールが多分いるんで、一回負けてるんで、やっぱ再戦しないわけにはいかないでしょう。うん。てか、黒の夢なんかいっぱいあったけど、どの時代のやつに行けばいいの？王国歴12000のやつ、あ、王国歴じゃないわ。最初のやつでいいのかな。とりあえずそこ行ってみるか。作動。じゃ、悲劇早送り。さあ、来ました。黒の夢。ここに来るのは、どんぶれぶりだろうね。一度ここで、ボコボコにされてますから。はい、で、ここ、ちょっと進むと確かだけど、雑魚キャラが出てくるから、その前に僕はね、もうこれは決めてました。はい。まあ、何をするかというとですね。まあ、もう最終決戦近いですよ。正直。もうバカでもわかりますよ。はい。これです。パワーカプセルやら、マジックカプセルやらを、はい。
バカみたいに使います。とりあえず、よしたか。うん。エイラも使っとこうか。うん。いや、もうよしたか、ブッパー？うん。もうこれ戻れないからね。うん。行こう。よし。で、マジックカプセル。うん。ここら辺も、まあ、他何があったっけ？カプセル系は。スピードカプセルもあるのか。ちょっとここら辺、うまい具合にじゃあ、割り当てます。はい。ひぎ早送り。はい、使いましたね。うん。もう体力は二人とも星になってますね。はい、ルンバまたエラーも。さあ、これで行こうか。最終決戦だ。まあ、二度も同じ的にはやられませんよ。まあ、結構やれてるか。サオブさんとかで。まあいいわ。うん。とりあえずこいつら全部倒せばいいんでしょ？じゃあ、ひぎ早送り。はい、勝ちましたね。さあ、行こうか。黒き夢。黒の夢か。うん。この先に、変なエイリアンみたいなやつ出てきます。僕一回戦ってます。もうやることは決まってますよ。うん。ビッグトルネード。もう前の俺たちじゃないからさ。うん。あー、弱い。弱いねー。で、反撃もしちゃうから。うん。めっちゃ怒ってるから、ルンバが。うん。このロボのキャラが、この、怒りの腕輪？うん。激怒の腕輪か。この感情系の装備をしてるの熱いよね。うん。で、3000ダメージね。うん。バカ強。ミュータントガス、眠り。はい、効きません。うん。全く効きません。眠りません。うん。虹色の貝殻の装備つけてんだから。うん。あ、これやばいかも。これラボスワンタンキルしちゃうかも。うん。世界救うよ。うん。あ、2ターン、弱い。経験値900。やばい、強くなりすぎたな、これ。どうしよう。うん。え、倒したよ。あれ？ジールは？何こいつら？ただの雑魚キャラ？ユイの盾、発音できな。うん。とりあえずじゃあ、ヒギ。何？え、サンオブさんの色違いじゃないこれ。サンオブさんの色違い。なんだろう？ナイトオブアイ、ナイトみたいな。さまようものと、たゆとうものだった。全然違うわ。たゆとうもの、うん、お、なんだここ。なんか奥に来たら、これ、絶対ボス前じゃん。死んだ？大丈夫？めっちゃ熱かったとか？ワープだけ？うん。あんま勝手に入ってくなよ。気をつけろよ、そういうの。うん。あれ、これまた、連戦パターンじゃないか、これは。見覚えあるぞ、これ。回転、あ、てか、回転神殿の使い回しか、ここ。てか、回転神殿が空に浮いたのか。使い回しって言い方よくなかったね。まあ、じゃあ、先に言っとく？多分、どうせ連戦だろう。ヒギ早く食っとく？この感じは。だよね。来るよ、多分。うん。ヒギ、早送り。あれ？一回終わったな。なんだったんだろう。うん。まあまあ強いやつ一回で終わったな。何ここ。うわぁ。またこいつらじゃん。さまようものと、なんかたゆとうものみたいな。ひぎ、早送り。結構これ奥広いな。エリクサー。このまま奥進んでいく感じなのかな。守りの帽子ね。あれ？皆さんもわかるよね。2個目のセーブポイントしかも、アイテムめちゃくちゃあるってことは、この先にボスがいます。はい。で、こっちで合ってたんだ。はい。シェルタリーもしましたし、セーブもしましたと。さあ、行こうか。お、あれ？およ、こんなとこに、それも3人も。この先まだ長いですから、ここでゆっくりしていってください。この夢から覚めたいのなら、なんとかしますけど。戻らないよ。長いの、こっから。嫌なこと聞いちゃったな。売ってくれ。
挨拶だけ売ってくれ。いいもんたくさんあるよ。いいね。金余ってたんでちょうど。ボス戦じゃなさそうだな。ミドルポーション、ハイポーション。スーパーエーテル。なるほどね。スーパーポーションはないのか。まあ、これはとりあえずまあ、99まで買うでしょ。スーパーエーテル。3個買っとくか。ぐらいかな。ありがとう。で、左右に宝箱は見えたけど、マイドリー、どうも。ラストエリクサーね。ヘイストメット。ヘイストメット。いや、でも今の装備がね、一番ベストな気がするんだよな。もう、そんなに変えなくていい気がするんだよな。コマンド入力の待ち時間を、え？相当強いね。でも、どっちみち、俺は、ビッグトルネードめっちゃやるから。いや、どうなんだろう、行動めっちゃ良くなるな、でも。うめえっちゃうめえな。いや、どうだろう。いや、どうだろう。ごめんなさいね。はい。ヘイストメットで、行動めっちゃ速くして、サラの守り。で、状態異常をなくすという。で、なんで吉高にヘイストメットつけたかというと、吉高が、この3人の中で、レイズという味方だねの戦闘を直すってやつをやるんで、もし吉高以外が死んだ時に、すぐ行動して復活できるようにっていう、一応考えて、やってみました。まあ、これが、キッチと出るか、京都出るかね。開いたね。とりあえず丸ボタン連打しておけば開くから、扉なんて。ガンガン進んでるけど、こっち下行けるわけじゃないか。お、なんかあるよね、これ。何？黄色ビカリ。あ、絶対的だ。しかも中ボスみたいなやつ。名前は？戦闘 BGM だから中ボスかどうか。あ、普通のジャッキャラだ。さあ、このアイテムはなんだ？星のクズのケープ。あ、星クズのケープか。いらないとこに、のつけちゃったわ。ケープって何？羽織るものみたいな。なんか丸あたりが装備できそうじゃない？ほら、すごくね。はい、すいません。いらない時間を過ごしてましたね。はい。さあ、この奥は何だ？またこいつらいるから、引き早送り。あら。三つ目のセーブポイントが来ましたね。さあ、ひぎ早送り。さすがに近いでしょう。三つ目のセーブポイントは。ほらもう。ほら。BGM 止まったもん。何？トランプカードみたいな音するけど。どういう敵？またお前かい。またお前かい。一回倒したわ。ギガミュータントあれさっきのプチミュータントだっけ？シャイニングビット。さあ、どんぐらい入る？まあ、油断すると負けるな、多分。もうこの音聞こえるかい？これビッグトルネードを悲願する音が。何回この竜巻でザコキャラを倒してきたと思ってるんだ。何度？あれ？ 3000 くらい食らうと思ったんだけどな。これ強いな。意外と、でもどうだろう？どうなんだろうな。まあ、2体いるから、上半身と下半身で。ビッグトルネードでいいと思うんだよな。単体技よりは。これピー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 うるさいでしょ。まあ、多分同じような敵でしょう。日々早送り。よっしゃー。どう？日々早送りで倒される気分は。いやー、吉田がレベルアップ、ルンバマンレベルアップと。おもれー。強くなるっておもれー。これどうしたらいいの？ちょっと待って。一回シェルタりたい。この後何があるかわかんないけど、一回シェルタりたい。ちょっとひぎ早送り。よし、行こう。はい、ガンツと。はい、ガンツと。そうそうそう。この先には何があるの？いや、またこれかよ。すげえ使い回してんじゃん。海底神殿。
今度上がるんかい。今度上がるんだ。で、どうせまた冷戦だろ。うん、ひぎ早送り。はい、皆さん、4つ目のセーブポイントがありましたね。もうシェルタってセーブした後なんですけども、これもさすがにもうボス戦近いでしょう。何？リンク？リンクの登場？これ燃えてお前、燃えてお前、名前は？こテラミュータント、ちょっと変わってんのか。まあ、ヒギ早送りよ。お前はもう見た目変えてくれ、せめてヒギ早送り。はい、勝ちましたね。ラストエレクサでしょ。で、こっちは白の石。このさ、石系は何なの？よくわかんないんだけど。なんかその、連携技を、こう、助長させるアイテムみたいな感じなのかな。そうだよね、多分。ポヨゾーダンス。俺ビクトルで誰かいらねえんだよ。じゃ、シェルタって行きましょうか。ヒギ早送り。よし、行こうか。さあ、この先に、今なんとなくセーブしてなかったけど大丈夫かな。あ、大丈夫か。俺強いし、ボスっぽい。ちょっとヒギ早送り、セーブしていきます。よし、行こう。このまま流れに沿って、行っちゃおう行っちゃおう。もう止まらないよ、俺は。これはなんだ？見たことない。ピンクトレ、ゲートの？え？あれ？これあれじゃない？ミニラボスみたいな。なんだっけ？プチラボスだっけ？名前。いたよ、死の山に。そんな強くない？多分こいつ。え、倒せばいいの？なんでここにラボスいんの？プチラボス R！ R 好きだね。ちょっとした談笑してる間に勝ちました。これ大丈夫かな？これ強くなりすぎてるかな？これ。全然苦戦しねえけど。で、ヒギ早送りでシェルタってきます。ヒギ早送り。しっかりシェルタってきました。はい。こういうチキンプレイが勝利を呼ぶから。臆病は生き残るから。これよかったのかな？何？ウォールかい。ヒギ早送り。いいね。またセーブポイント？シェルターって意味ねえじゃん。まあ、いいや、ヒギ早送り。よし、行こうか。この奥に、誰がいんのかね。ラボスでいいんだよな。あれ？え？無反応？調べても何も、どういうこと？っていうこと？怖い。ほら。ホラーよ、これ。どういうこと？説明してもらおう。なんかいる。あ、ジールさん。ぐ。そこに眠っているのは、お前たちの未来だ。これから叶うかもしれぬ夢。得られるかもしれぬ喜び、悲しみ。お前たちの明日そのものなのだ。クローンとかじゃないのか？この黒の夢はあらゆる時間、時空、次元を超えて流れている。ラボス様が目覚める、その時を待ちながら。お前たちの未来はいつか必ずここにたどり着く。お前たちに未来はない。行くしょ。ルンママンというのか。わらわを倒し、この黒の夢を止めぬ限りな。来い、人の子よ。わらわが誘ってやろう。ラボス様の眠りの中へ。永遠の黒き夢に。めっちゃラスボスじゃん。ジャキのお母さんなんだよね。腐っても。あ、BGM そのままなんだ。一体だから、ハヤブサ切りしてえな。ハヤブサ切り。あれ、なんか HP1 しかねえけど。早く、どこどこ？危ない危ない。早く。回復しないと。こんなんやってる場合じゃねえよ。待て、死ぬ。アイテム、アイポーション、アイテム、危ない。気づいてよかった。なんでこんなことやってんの？シェルターだったばっかだよ。アイテム、ハイポーション。ビビったわ、怖かったわ。何？どういう技？怖いんだけど、普通にこの場は。で、技。
はやぶさ切り。どんぐらいくらいかな、これは。よし。そう、最初の初見の HP1 にする技さえ耐えればって感じかな、この敵は。あ、なんかヌメット勝った。ヌメット、すげえヌメット勝った。気持ち悪い。気持ち悪い。ここでは力が出せん。いいことを思いついた。貴様ら、魔人機に取り込んでくれる。ありがたく思うとよいぞ。この船の一部になれることを、この私の一部になれることを、ラボス様の一部になれることを。やばいやばいやばい。やばいってこの女。言っちゃってるよ、頭。どういうこと？今の本気じゃなかったの？きー。え、連戦？マジか。この状態で？これ魔人機？これはまずいよ。アイテム。これはまずいよ。強い。でも全然普通に攻撃力。防御力の変換、防御力アップ。何？で、連携で、ハイブサギリで、技、ヒールビーム。これでしょ。これだ。正解は。やばい。防御力上がってる。攻撃を防御力に変換ってどういうこと？じゃ攻撃できねえじゃん。魔法だったらいいってこと？全然わかんない。ちょっとあれやっとくか。一発ね。俺ららしくねえよな。これやんなかったら。俺ららしくねえよな、チーム。ビッグトルネード。これでどんぐらい入るかだよね。なんか残ってる、左に。よし。魔法攻撃力に変換。溜めといたエネルギーの流出。何が起きてる、今。今何が起きてる？めっちゃ暗い。やばいやばいやばい。ちょっと待ってね。落ち着け落ち着け。ハヤブサ切り、ハヤブサ切り、で、マシンガンパンチ。これが、あー、効かないな。魔人区は静かに佇んでる。これずっと攻撃し続けたら、何静かに佇む？なんかこう、いや、めっちゃ嫌なんだけど。気持ち悪いな、こいつ。で、なんか、バーンって爆発しない？怖い怖い。なんか、今、卵レンチンしてる気分。うん。これいつか爆発するよ、これ。あれ？なんか、守備力戻った。また入るぞ、なんか。あれ？また入る、また入る。今チャンス、今チャンス、今チャンス。ぶち込む、ぶち込む、ぶち込む。あれれ？倒したぞ、あれれ？手応えないなぁ。どうした？このトリガー。うん。もっと強い敵よこしてよ。強くなりすぎたわ。マジで。うん。1.5 倍速ぐらいで今の戦いお送りしようかな。何？何？どうなったの今これ。どういう暗闇？聞いたことない音。すごい嫌だ。何これ？嫌な音、嫌な音。あ、なんか何度か見たことある。この、なんか首太い。なんつったらいいんだろう、これ。宇宙人。宇宙人でもねえな。うん。メタルマンみたいな。ジールだ。虫けらどもが。わらはラボ神と共に永遠にこの世を支配する女王なるぞ。そのわらわに逆らおうというか。死してその思い。上がりよ。悔やむがよい。変なところで区切っちゃった。うん、大事なシーンなのに。また、HP1 にするやつやってくんのかな？やめてほしいな、マジで。うん。何この見た目？結構不快かも。デスタムーアじゃん。完全に。じゃあ、待ってね。アイテム、ハイポーション、アイテム、ハイポーション、アイテム。まずはね、ちゃんとこう、地盤を固める。うん。しっかりと。焦らずにね。うん。で、ここで使います。もう、結構やばそうなんで。どんぐらいかな？あ、96？ スーパーエーテルで、全回復して、で、ここで、撃ちますよ。うん。撃ちますよ。ビッグトルネード。どんぐらいこのあ、これジールなんだ。ジールの真の姿的な？結構ドン引き。うん。今死ねってやった手で。え、全然入んねえ。反撃、MP バスター。
これはやばいじゃないか。ああ、終わった。終わった。反撃、ナイフシェーバー。うん。あ、これダメだ。これダメだ。これダメ。これダメだ。うん。これダメなやつ。ハイポーションをエイラにやって、これ攻撃、だ手に攻撃しちゃダメなのかな。じゃあ、やめた方がいいんじゃない？反撃来るよ。で、ヘキサゴン？ヘキサゴンミスト？ヘキサゴン。どういうことこれ。羞恥心とか来るってことこれ。どういうこと羞恥心の霧？どういうこと？わからんよ。説明ないよ、全く。落ち着け落ち着け。で、スーパーエーテルを、エイラにやって、全然実況できないこれ。うん。で、ハイポーションを、下からやろう。で、エイラもちょっと、HP というか、やばいんで、アイテム、ハイポーション。いや、死ぬか、これ。これ死ぬな。危ない。で、回復します。で、とりあえず頭狙いでいいのかな？じゃあ。三段キック。顔どれ？それやめて。これか。で、どんぐらい入る？あ、いいね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 、入るね。で、全力、間違えた？で、技、マシンガン。これか。よし。よし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 。勝てる勝てる勝てる。勝てる勝てる勝てる。落ち着け落ち着け。ちゃんと落ち着いていけば勝てる。うん。お前の一番弱いとこ。うん、焦るっていう。844。しょっぱいね。吉高の全力そんなもん？もっといけんだろ。で、これで、あー、ミスった。ルンバは普通の動きしちゃったわ。マシンが打ちたかったのに。うん。どんぐらい HP があるかだよな。これ、高そうだな。もったいね。で、吉高ではね、基本的にね、多分ね、行動、いや、お前もやるんかい。お前もそれやるんかい。チート技。気持ち悪い。ハイポーション。ハイポーション。いや、もう、それは一発で死ぬよ、じゃあ。やられてんだから。やめてくれよ、それ。で、吉高、アイテム、ハイポーション。で、技で、アイテム、いや、アイテムで、まず、ルンバマンで、で、エイラは三段キック。ああ、止まって見える。うん。落ち着いていけ。全然勝てる、全然勝てる。うん。いけ。入る、入る。入る。これで2000ぐらい入るだろ？で、ここで、吉高が一番、悲しき話だけど、攻撃力ないんで、吉高回復とかに徹してもらう。うん。で、マシンガン行くよ。行け行け。そいつやめとけって。手出すな。うん。で、スーパーエーテル、吉高。MP がなくなってた。これ気づけたのでかいよ。で、技、三段キック。顔。で、技。で、たまには攻撃。うん。いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。さあ、吉田の全力。1000行こう。1000行こう。827。1000行かず。うん。で、マシンガンを頭にぶち込み、全力を頭にぶち込み、クソババに三段キックをぶち込むと。耐えろ、耐えろ、耐えろ。いや、強い。エイラが死にそう。うん。いけいけいけ、おら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 。うん。意味ないけど丸ボタン連打してるから俺。あれあれ、よっしゃー。今時間が時間だから大声出さないけど、昼だったら大声出してた今。よっしゃー。勝った。虫けらの分際で、この藁を追い詰めるとは。ラボシーよ。その、お力を藁に。まだパワーアップすんの？もうええて。うん。大体、再戦で終わりだろう。R で。お。黒の夢？どうなのこれ。え、何？青いおしっこしてる。何？どういう状態これ今。あ、地中にいんのかな？ラボスが。この海の底に。うん。なんでその黒い夢？うん。黒の夢に。プチラボスがいたのか謎だけどね。うん。
ふふ、ははは。ついにラボシチンがお目覚めになる。貴様ら、虫けらなぞ、ラボシンの前では赤子同然。我らはラボシンと共に永遠の生命を手にすることとしよう。え、ついにラボシン復活？ついに最終決戦来る。待ちに待った。だいぶ、僕の舌も終わってきてるけど、だいぶこう、振りかざした割に待ったね。うん、振りかぶった割に。やばい。舌も脳みそも、目も、すべてが、限界迎えてるけど、俺はやりきるよ。やばい。ラスボスっぽいぞ。来てる。終わりが。来たね、来たね。いつぶりだろうか。ラボスよ。決めようじゃないか。この世界の未来を。ああ、やばい。喉が、本当に。やべ。勝てるかな。ラボスが攻撃モードに入る。怖っ。え、シェルターあったりできないの？何これ。何今の。どういうこと？え、この左右のやつ何？左右の雑魚キャラみたいなやつ何？うん。ちょっと待ってね。来い。ちゃんと来い。あの、さっきのジールに負けそうだったのか。大丈夫かなこれ。うん。やれんのか。ちょっと待ってね。二度目やってるか。あ、ミサさん、ちゃんと焦ってるわ。行くしかないか。セーブめっちゃしたいけど。うん。行こうか。最終決戦。あ、ちょっとこの BGM いいな。ビクトルネード。わ、めっちゃか、なにこれ。最終決戦、うわ、おい。やってくれるじゃん。面白くなってきたね。行こうか。もう喉も終わってもいい、別に。うん。最後の戦いだ。あれ？あれ？左右のやつ、すぐ死んだけど。ラベスの。攻撃モードが変化する。ちょっとラボスの発音もちょっと本番に近くなってきましたね。持ってくれ、俺の舌と喉。何？これあれか。走馬灯見てんのか、今俺。違うかな。うん。まだいけるよ。うん。え、これ、何連戦すんの？怖くなってきてんだけど、俺。これまた別のシーン出てくるでしょ、これ。ほら。名前こそ忘れたけど。それぞれの時代の敵キャラをなんか利用してる、あれ？今回出てこないの？左右のやつ。うん、わ、懐かしい、いたわ、こんなやつ。懐かしい。マジで走馬灯だな。これわかるよ。グランとリオンじゃ。今日は今8時間ぐらいプレイしてるんですよ。めちゃくちゃ言い訳ね、これ。うん。めちゃくちゃ言い訳ね。うん。うん。今ニズベールいたね、一瞬だけ。うん。懐かしい顔あったな。うん。あ、魔王じゃん。もう死ぬの俺。あ、来ましたよ。うん。いたな。ブラックティラノね。名前かっこいいから覚えてる。うん。じゃあもう簡単、あ、そういうことか。だからここにもいんのか。ちゃんとも再現してくれてんのね。わかりやすく。じゃあ、こいつの倒し方覚えてますよ。早ぶさ切り一択よ。いたなぁ。こいつ一番覚えてるわ。うん。ビッグトルネードにハマったきっかけじゃん。俺が。はい、倒しましたね。よし。まあ、それは、一回倒してるときだもん。何？今のやつは最後だったの？
怖い怖い、やめてやめて、それ。それやめて。俺だよ、それ言いたいのは。もう喉終わりそうなんだよ、俺。ちょっと最終決戦っぽいな。アイテム様々だな、マジで。セーブして。めっちゃセーブしてよ。なんで最終決戦前にセーブさせてくんねえんだよ。行こうか。シンプルラボスね。よし。天から降り注ぐものが世界を滅ぼす。怖い怖い怖い。やめてやめて。はいはいはい。まあ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 。食らうには食らうけど、ビッグトルネードじゃない方がいいのかな。この、どんぐらいのダメージが入るかだね。それ次第だな。さあ、どんなもんか。ああ、はいはいはい。で、技。いや、ビッグトルネードだな。ビッグトルネード、何がいいって、MP 消費が少ね。872。はいはい。そうしよう。ビッグトルネードを見てる人はつまんねえけど、ビッグトルネードひたすら撃ちまくって、たまに入るルンママンの反撃。これで、加算していくと。ビッグトルネードってなんか、技目も、なんかバカっぽくていいしな。いいね。よし。で、攻撃力もそんな強くない。このラボス。俺の予想言っていいですか？多分ね、第二形態あるぞ。なんか、こんなね、ぬめっと始まるわけがない。本当のラスボスが。ほら。もうわかりますね。どんだけゲームやってきたと思ってんすか、僕。あれ？これ予想してねえわ。何？いや、やりました。これ、ラボスの殻、中身、まだ元気、どういうこと？第二形態じゃないの。エイラ、負けない？中入ん、気持ち悪い。中入んの？全然想像と違う。うわ、何これ？ゲートあるし。センサーの反応によれば、中心は近いです。はっ！ラボスの匂い強くなる。マジか。もうわかります。もう最終決戦、マジかです。何回言うんだっていうね。ちょっとヒゲ早送り。セーブ、シェルタル。ヒゲ早送り。ちょっと待って。タイトルが、黒の夢の終わりになりましたね。で、場所がハテナハテナハテナです。はい。で、プレイ時間が29時間になりそうです。あと30分程度で。バカ投げです。はい。まあ、ヒゲ早送りでシェルタります。ヒゲ早送り。はい、無事、シェルタりましたね。このゲートは何なの？あれ？ちょっと待って。ちょっと、勝手に入っちゃう感じ？ちゃんとミスったかも。あと何より BGM 内の怖すぎ。無音のポリゴンショック一番見てらんないって。目チカチカする、やめて。怖い、これどこに行くの？これは、このゲートは。触れちゃいけないやつだった？ん？この BGM は、そうだよね、あれ？あ！そういうことで、これで、こっからまた、あそこに戻れるって感じか。まあ、そうだよ。あれ？こっちは何もないんだっけ？ここに出てくるわけでもないのか。うわ、じゃあ、シェルターなくてよかったな。ここで回復できたやん。まあ、いいわ。まあ、じゃあ、行こうか。セーブもしたし。行こう。ラボスの日へ。いや、なんか、ついに、最終決戦。もちろんチームはビッグトルネード。またかよ。また無音ポリゴンショックを見なきゃいけないのかよ。でもなんかこれを見るのも最後とかになりそうだね。そう思ったら感慨深いわ。何回僕の目を焼いてきたか。で、これでさっきの、あれ？え？え？ここに来ちゃうの？あれ？さっきのなんか、ラボスの体内にはどうやって行けばいいの？え？取り返しのつかない要素これ。やだよ。前進めばいいの？行きますか、吉高。戦う、今逃げよう。え？まあ、戦うしかないよな。これまた最初からやる感じ？行きましょう。マジかよ。また連戦をすんの？エイラ逃げない。
エイラ戦う。マジかよ。これは私たちが戦った後でしょうか。これラボスの殻、中身まだ元気。あ、こっから、あ、新設設計、うん、新設設計のラボスだこれ。ありがてえ、さすがにね。でこれでさっきの場所にまた戻ってくる感じか。はい。あー、なるほどね、よかったよかった。まあじゃあ奥行こうか。体内に、敵の体内に入るってすごいね。ラボスの匂い強くなる。まあこれさっき読んだもんね。うん、これ奥でいいのかな。魔人ブー以来だね、敵の体内に入るって。そんなこともねえか。マリオ RPG とかもあのクッパの体内に入るもんだよね。意外と敵の体内に入るってあるあるなのかもしんないな。ラボスが走りかもしんないしな。なんかアイテムとか落ちないよな。まあ、ラボスの体内にあるなんとかカプセルみたいな、なんかちょっと嫌だもんな。何の音？ん？やばそう、見た目。かっけえ。かっけえ。俺この見た目大好きだわ。セルっぽい感じ。信じられません。この星に生命が誕生して以来のあらゆる生物の遺伝子を持っています。マジかよ。ヘイラ、負けない。うわ、強そう。これがラボスの本体って感じか。かっけえ。ラボス。硬派。両腕が破壊の扉を開く。やばいやばいやばい。やばいやばい、爆発する爆発する。どんぐらいくら？強い！ちゃんと強い！連携、ビクトルネード。とりあえずね。97。いや、強いな。はい、仕返しね。うん、ちゃんと怒りの腕輪が効いてくる、ここで。うん。よし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 。いけいけいけ！いけ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 ！どんぐらい高いか、これで。防御はどんぐらい高いか。あれ？腕には効く感じか、割と。なんか、本体には100ちょっとしか食わなかったな。で、これでね、反撃がちゃんと強い。これで、焦る焦る。ちゃんと焦る、ちゃんと焦る。で、どれだ？ハイポーション。ハイポーション。おののハイポーションね。ここでちゃんと回復できるかどうか肝だね。うん。ビッグトルネード、ハイポーション、ビッグトルネード、ハイポーション。うん。もう見てる方からしたらとても面白みのない。うん。でも俺は勝ちに来てんだよ。俺はこの世界を変えたいんだよ。乳首から出してない？今見たら。え、チクビームの走り？え、まちゃみさん？乳首から出してる。まあ、乳首っていう概念はないんだろうけど、ラボスに。胸の部分が乳首っていうね。うん。明らかに乳首の場所だったからさ。いや、強いな。攻撃力。なんか中心を狙って攻撃した方がいいのかな。で、余裕がある場合は、ビクトルネード、どんどん撃ってくよ。うん。ラボスも思ってると思う。うん。こいつなんかこれしかやんなくないみたいな。これたまにやって、たまになんか薬食ってるだけだけど。あれ？腕切れたよ。支援、腕が本体を回復。なるほどね。もう僕ね、まあデスタムーアとか、まあ他のゲームですけど、倒してきましたよ。うん。ちょっと待って、喋ってない。ちょっと一回黙ります。はい。かっけえ。BGM かっけえ。だいたいこういうね、3個に分かれてるやつは、サイドから倒すっていう、うん、決まりなんですよ。ちょっと待って、焦ってる焦ってる。無駄なハイポーション今一回使っちゃったな。うん。このルンバマンの反撃がちゃんと効いてきてる。強い。で、おのおのハイポーションね。なんでこのおのおのポーション系に救われたか。ちょっと感慨深いね。ストップ。はい、効きません。うん、効きませんよ。それ多分ストップ系でしょ？本体始動？怖いよ。四字熟語の技って最低強いのか？何？なんで使う？あ、技、封じられてんのか。じゃあ、シンプル攻撃。あ、強い！よっしゃー！いけいけいけ。とりあえずぶん殴れ。うん。ビッグトルネードしか使えないと思ってただろ。うん。普通に俺ぶん殴れるんだよ。うん。邪気。怖っ。どういう技？どこで食らう？あ、まあ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 。やばい、混乱した。で、ここで落ち着いて、やめてやめて。そういう、万能薬を、違う違う違う。間違えた間違えた。合ってんのか今ので。で、戦う。よし、行け。で、万能薬をルンバマン、あれ？エイラに使った今。何してんの？ちょっと焦るな焦るな。うん、落ち着け落ち着け。うん、で、ビクトルネード。
かっけえ。俺は倒すんだよ、この世界を救うんだよ。ビッグトルネード絶対敵がやりそうな見た目のエフェクトしてるけど、これいい奴らが使う技だから、実は。よし、まだ。で、ここで、あえて、はやぶさ切りをして、いや、やばい技。何？目が焼かれる！やめて。強い！でもここで、まだ、まだだ。落ち着け落ち着け。はやぶさ切りをして、ね？はやぶさ切りをして、1664、で、ここで、回復をせずに、ラボさん攻撃力上げた？で、待って、回復せずにってカッコつけたけど、回復します。はい。で、ここで、ラストエリクサ。これ全回復ね。これ最強のやつだから。覚えてますよ、僕は。で、サンドキック。とりあえずぶん殴れ。殴れ。デイラの最高打点。いいね。三段キック。これ気づいちゃったんだけどさ、ここに殴った方がなんか良くね。これどうなの？なんかさ、ダメージ的に。気づいちゃったけど、俺の中のデッカちゃんが出ちゃってるけど。はやぶさ切り。まあ、これもこれでかっこいいから。見た目大事。技のエフェクト。で、吉高は行動が早いから、万能薬を、ルンバマンに。で、サンナキック。さすが。ラスボスなだけあるな。強いな。でもなんだこのチームで強敵を倒してきたか。お前みたいなガン飛ばしてっけど。負けんよ、俺は。ビッグトルネード。ちょこちょこビッグトルネード挟む。ちゃんと。ビッグトルネード連携技だから。お互いの絆が強くなればなるほどダメージも増えんだよ。暗い。これで倒せ。かっこいいぞ。最後ビッグトルネードで決めたらかっこいいぞ。まあ決まんないよね。あれ？どう？この俺の知ってたみたいな運の良さ。だったら最後決めゼリフ決めたかったな。倒しました。勝ちです。皆さん、ラボス倒しました。嫌な音、すごい、すごい嫌な音。え？スーパーササダンゴマシンさんみたいな、なんかマスク被ってる。これがラボスの目的だったのです。何？どういうこと？星のすべての生命の遺伝子、記録を得て、自分自身が進化を遂げるのです。まあ、寄生虫だよね。とんでもない。莫大な。戦闘能力値は怖い。計測不可能。センサーが壊れそうです。逃げない。エイラ逃げない。逃げる。負けるよりいいや。よく言ったエラ。倒そう。私は人間によって作られた命。しかし、命は命です。ルッカや、他の皆さんと同じ。熱いな、おい。この星の多くの命の一つです。勝つぞ！エイラ負けない。エイラたち、この大地の命。お前、この大地の命、違う！こよ。それぞれの決め台詞みたいな。吉高もなんか言え。吉高は何も言わない。行くぞ。吉高本人は行くぞで。行きます。うわ。何これ。やばそう。本当にやばそう。ラボスコア。とりあえず、お手並み拝見で、ビクトルネード。時空転換。気持ち悪い。目が、そういう技？回復、はい。やっぱり、左右からぶっ殺しちゃいいのかな。まあ、とりあえずラボスコアか何かわかんないけど、とりあえずビッグトルネードぶっぱ。舐めるな。勝手に俺たちの地球に行け。あ、回復しちゃう。やばい。左が回復しちゃう。魔法が効かないってことなのかな？ちょっと待ってね。考えろ。乱れ切りを左のやつにやってみようか。これでどんぐらいかかるか。で、これ魔法が左のやつ回復するとしたら、ちょっと待ってね。これで入るかどうか。あ、よし。じゃあ、左から狙おうか。とりあえず。
とりあえずは。で、乱れ切り、時空転換ってやめて。その俺の目をおかしくさせるのやめて。で、三段キック、うん。まさか、このラボスコアも左のやつから倒すとは思わないだろう。はい、ザコ。よ。じゃあ、次。で、これでもう、あれは入るんじゃないか。ビッグトルネードは。うん。早く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 。この音、俺がどんだけ地球を救いたいかわかるでしょ。頼む頼む。うん。これ連打意味ないけど。うん。HP を2分の1にするよ。ちょっと、やばいんで、ラストエレクサ。うん。で、マシンガンパンチをど真ん中にぶち込むと。うん。とりあえず真ん中のやつぶっ、強いで、444。で、ラストエレクサーで全回復します。はい。これ MP も回復するのエグいな。で、1300、いいね。ラボスコアが防御解除。あ、防御してたんだ。うん、ごめん、全然見てなかった。うん。撃っていく。そして、三段キック。次じゃあ右を倒そうか。乱れ切り。いやー一回、いやーでもなー、効率悪いよなー。明活指導前、ラボスコア。いや、よくわかんないけどなんか、やばい、指導前だ。よくわかんないけど指導前。うん。で、救うぞ。この地球を。うん、なんか最大魔法みたいな見えたけど。めっちゃ怖いけど。何？もう見たことないエフェクトは怖いて。はい、反撃ちゃんと、この怒り、感情覚えたルンバも一番強いんだから。はい。そしてもう何回転したかわからない。総回数。うん。三半期間三人のバカ強くなってるから。はい、強い。あれ、どうしよう。あれ？え、何？あいつだろ。倒したよ。何？どういうこと？どういうこと？絶対、いやもう今倒したよ、ラボスの核みたいなやつ。ラボスの核倒したよ、俺。どういうこと？全員一気に倒さなきゃいけないってこと？無理ゲーすぎないか、それは。ちょっと待ってね。だとしたら、落ち着け落ち着け、ラストエリクサーで、もう一回左のやつから倒さなきゃいけないの？左のやつを倒して右倒し、いやどうなんだろう、右倒してから真ん中か、同時に左も。でもさ、左のやつはさ、魔法回復しちゃうから、こいつは早めに、あ、弱いよ。左のやつ弱い。こいつ、いや、ダメダメ。そいつ先に出しちゃダメ。で、技で、ビクトルネード。うん。で、もしこの、これでね、仮の話だけど、勝った時にはさ、その、この三人も褒めたたいたいけど、うん。ちょっと下が終わってますけど、うん。やっぱビッグトルネードも褒めたたいたいよね。巨岩。今、巨岩って技やられたけど、うん。巨大な岩と書いて。つえぇ。あー、やばい。か、右のやつから倒すか、一回。うん。なんか右のやつね、ダークトルネードはね、ビッグトルネードはね、なんか入んないんだよ、あんまり。その時空転換ってやめてくんないかな。ね、気持ち悪くなるんだから。あ、入る入る入る。魔法が効きにくいんだ。入んないんじゃなくて。うん。で、腕。よし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 。で、マシンガンパンチ右のやつ。同時に倒さないといけないタイプだよ、多分これ。うん。義勇太郎とダッキーみたいなことでしょ？うん。鬼滅の刃で言うところの。うん。一回こいつ減らしといて、で、次ぐらいで、ビッグトルネードやればいいんじゃないのかなという。うん、勝手な考察。HP 強えな。ちょっと待ってね。落ち着け落ち着け。いや、回復する。うっとうしい。誰回復させんの？そいつをぶっ殺したい。ちょっと、言葉汚すぎるけど、はっきり今ぶっ殺したいって言っちゃったけど。うん、やばいね。またが、だってどうせ倒してもさ、復活されるわけでしょ？やばい、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 やばい。ちょっと待ってね。アイテム、落ち着け、ラストエレクサー。うん。で、落ち着け、この、ラストエレクサーが強すぎる。で、誰やろ、こっ
し、こいつをぶっ殺して、いや、なんか高えな。なんでこんな知らないの右のやつ。順番が違うとか。ねえ、攻略見たい。最後の最後に攻略見たいかも。わかんない。合ってんのこれ行動。これ行動合ってんのかな。わかんない。真ん中をだけ倒さなきゃいけないみたいなこと？その、左右の腰の。その、フグの毒の部分だけ取るみたいなことは、その、ラボス倒すときは真ん中だけみたいなことなのね。わかんないよ。いや、強い強い強い。なんか右のやつだけ異様に強い。何こいつ。普通の攻撃じゃ倒せないところなのかな？わかんない。とりあえず、合ってるかわかんないけど、あの、右のやつを先に、うん、俺、あの、普通にこの、右の、こいつにムカついてるから、ずっと復活させやがって。うん。とりあえず、こいつ倒すとか、やられるところ見て。うん。合ってんのかな？え、俺世界救いたいよ。歌ってる。受精。うん、呪いの歌とかいて。くっ。ちょっと待って。吉高が寝た。回復させられた。ちょっと待って。やばい。しかも、エイラも混乱してる。アイテム、まず万能薬で、落ち着けよ、みんな落ち着け、みんな落ち着け、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 そう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 、落ち着け、落ち着け、死ぬから死ぬから、次またあれ食らったから、やばいから、落ち着けみんな、混乱するな、わかるわかる、俺も怖い、俺が一番混乱してんだから、うん、俺より混乱するな、俺がより混乱するだろう、落ち着け落ち着け、で、アイテムで、やばい、ラストエレクサーが、数少なかったきた。これ、長期戦に持ち込んだら終わるぞ、俺。で、アイテム、エイラーのちょっと、なりっちゃってるんで、何？なんかミラーボールみたいに包まれたけど。で、どうしよう、マシンガン、マシンガン、パンチ。うん、右にマシンガンパンチ。右のやつはまだ一回も回復してないよね。入ってると思うんだよな。いけ！撃て！ああ、反撃もいいけど、普通ぶん殴れ。ああ、ぶっ倒せ。こんなやつ、よくわかんねえ。いや、真ん中のやつ回復するのやめて、マジで。今までのダメージが意味わかんねえじゃん。30しか来らない。なんで？ラボスコアは防御してる。え、ラボスコアって、ちょっとこいつに撃ってみる。で、マシンガンパンチ。どんぐらいかな、これ。はい、死んだ。ちょっとやばいかもしんない。あってな、落ち着けよ。落ち着けよ。で、マシンガンで、先生、あれ？え、右のやつが、待って。そうそうそう。一回ラストアイテム。危ねえ。で、ちょっと待ってね。これさ、右のやつは、コアってことはない。ありえないか。見た目的に。コア顔してるもんな、こいつは。え、俺右のやつコアだったら、もう、あっぱれよ。敵ながら。え、でもさ、俺まだ右のやつが一回も死んだとこ見てないんだよ。ちょっと待って、ビッグトルネード。とりあえずビッグトルネード。左死にました、ビッグトルネード。いけ、倒せ。頼む。死んでくれ。終われ。いや、食らわない。これじゃダメだ。よし、あといて。いけ、押せ。防御解除。はい。もうこれ。いける。ここ。うん。はい、ぶん殴る。はい。おのの。乱れ切り。復活させる前に、マシンガンパンチ。よし。で、勝った？最後の。
行動までセルっぽいな。死ぬ直前に自爆みたいな。やったのか？俺たちやったのか？エイラ、ルンバマン、ルッカ、マール、カエル、魔王。え？よしたか？え？これリーデンの金じゃない？よしたか？意外と俺そういうの覚えてるよ。誰？俺絶対お母さんだと思ってた。歩めなかった。ごめんなさい。なんか怒られましたね。執行猶予は終わりだ。正式に刑を執行する。城へ同行しろ。え？夢落ち？ラボス夢落ち？あれ？ガルディアオでしょ？あれ大臣。おい、どっかやった方がいいぞ、あいつ。散々探してやる、シャカ君。私の娘を引っ張り回して。パパやめて！これどういうこと今これ。吉高は何もしてないわ。今どこの何これ。吉高が何もしてないと娘は言っておるが、大臣もそう思うか？いいえ、吉高たちは国の一大事に関わることをしました。大臣まで何を言うの？話せばわかるわ。私が今まで城を出ていたのには訳があるの。実は、未来を救ったのだろう。ということ、これ怖い怖い。何これ今何が起きてんのこれ今。俺が頭悪いとか関係ないよねこれ今。どの世界線の何これ。え、いや俺も同じ反応だよ。何、知らんじじい。ドン、いやドンってあの未来にいたあの熱い男ドン。未来を救い我々に元気の意味を教えてくれた。ガルディア2次、あ、王国歴600年の魔王軍を倒してくれた。王国歴600年の世界に再び平和が訪れた。ちょっと待って、ちょっと待って。やばいやばい、これやばい、これ。何この激アツ展開。よしたち、恐竜人倒した、キーノ、お前。お前。どういうことこれ今。何が起きてんの？どうしたのみんな。なんで同じ時代に確かにいんの。ルッカ。ルッカ。連れてきたのね。そういうことか。お前たちが大きな使命を背負っていたこと、歴代のガルディア王家の血を引く者たちが全て話してくださった。ガルディアの血って、みんな私の祖先や子孫なの。あ、どういうこと。え、この人たちはガルディアの子孫とか先祖なの。え、だってキーのガルディアで、ガルディアを、マール、ドンってこと？合ってんのかな？俺の解釈。え、そういうことだよね、多分。平和ボケしていて、自分のことしか考えていなかった自分が情けない。国のため、この星のためを考えなくてはならないときに。え？さあ、戦勝パレードじゃ。世界を救ったヒーローを、祝福じゃ。あ、やばい。俺やったんだ、ついに。なんか実感わからなかった、その、今のこのセリフを聞くまで。俺勝ったんだ、ラボスに。長かった。俺やったよ。さ、マーリオ、思いっきり、千年祭最後の夜を楽しんでこい。そうか、千年祭までやってんだもんな。懐かしいな、マールと千年祭行ったよな。いっちゃん最初だよな。いやー、素晴らしいね。え、なにこれ。あ、千年祭か。千年祭の夜って吉高と回んの初めてじゃない。さあ、未来を救って吉高と無事お城に帰ってきたマールディア王女と、そしてガルディアのますますの発展を願って、It's a Moonlight Parade! おい、めっちゃええやん。こんなん大好き。あ、スーパーハッピーエンドじゃん。スーパーハッピーエンドじゃん、これ。え？何この最高のパレード。どんどん夜に風船あげることあんまないと思うけど、どんどんあげて。
吉高のおか、あれルッカのお母さんとタバンか、あれ多分そうだよね。ララだっけ、なんだっけ、うん、あ、ガッシュもいるじゃん。うわ、何この、ただそのマジで苦言を呈すわけじゃないけど、もうちょっと人いていいよねマジでごめん、ほんとごめんね。いいシーンなんだけど、うん、なんかもうちょっとなんかすごい幼女がいっぱいいるから、うん、とてつもなく幼女の数が多いから、なんか多種多様のもっといていいよなっていう、いいお祭りだからこそね。来年はもっと頑張ろう、うん、集客。あ、動ける。あれ、マールが主軸になってる。これだって、あらら、こんな素敵な夜を過ごせるなんて、あなたありがとう。あ、吉高くん、王様から聞いたわよ、未来を救ったこと。ルッカの幼馴染がそんなすごいことをする人だったなんて、なんか自慢しちゃいたい気分だわ。タバンは、いや、祭りで飲む酒はうめえぜ。吉高よ、お前も早く大人になれよ。タバンいいキャラしてんだよな。ララはちょっとこう大人な感じだけど、タバンってまだ子供の感じがするんだよな。苦労してんだよね、ララは多分。そうか、あの足の事故ね、はどうしたら、まあなんかイベントがあったのかもしれない。もしかしたら回収できなかったね。うん。あ、お母さん、すごい紛れ込んでた、普通に。お母さんと分からず話しかけたった。あなたが未来を救ったなんてね、信じられないわ。でもね、お母さんはお前にもっと家にいてほしいよ。ちょっとま、泣いちゃうよ、俺もう。猫の面倒見る人がいなくて大変なんだから、うわ、ちょっともう照れ隠しでね、お母さん。王女様綺麗だな。いや、当然君もだよ。とってもファンタスティック。全然聞いてないじゃん。何このカップル。この人は？なんでマールが主軸なんだろう。あ、ここら辺の幼女には話しかけられない。お、ガシュ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 。懐かしいな。ここ二人で並んだよね。あ、ボッシュだった。ごめんなさい。めっちゃごめんなさい。なんかごっちゃになるんだよ。ハッシュはごっちゃになるんだけど、ガッシュとボスがすごいね、ごっちゃになる。うん。もう刀などいらない時代が来たのかもしれんな。いいセリフだな。刀鍛冶ボッシュとしての役目は終わってしまうが、この星空を見ていると、そんなことはどうでもよくなってしまうわい。てかさ、ごめん、他のメンバーは、俺めっちゃ気になるんだけど、カエルとか、ルッカとか、てかルッカも来てほしいけどな、俺、この祭りに。みんなで回ろうよ。どうせだったら。何この終わり。めっちゃいいじゃん。中入れんのかな。さすがに無理か。これは奥に行けばいいのかな。いやー、頑張った。お、何？いい何が出ましたね。お、何？うん。で、今ね、ルッカいたよね。あれ？ルッカどこ行った？あれ？ルッカいたよな。あれ？ルッカ？うん。あれ？いや、懐かしいよね、ここも。弁当ね、勝手に食べてね。怒られたよな。怒られたレベルじゃなかったの。裁判になったんだもんな。こっちかな？平和だな。めっちゃいいな。みんないる。ちょっと待って、俺この、今みんないるで手仰いだんですけど、このセリフ読みたくないな。ちょっとやばい。自分では想像してた以上に感情移入しちゃってるかも。ルッカ、もうみんなお別れなのよ。みんなそれぞれの時代。そうか、そりゃそうか。いやー、結構やばいな。うん、言葉出てこないですわ。ごめんなさい、ちょっと水を。もラボスが死に、ゲートの力が弱まっています。あ、勝手のね、帰ったけど、その後行き来できんのかと思ったけど、そうか、ゲート自体がなくなっちゃうのか。ゲートが閉じる前にさよならを言わなきゃ。やばい。そんな、みんな行っちゃうの？よし、強かった。マールも強かった。エイラ、楽しかった。遠いおじいちゃま、元気な子供を産んでね、じゃないと私は困っちゃうから、ちょっと待ってください。本当にごめんなさい。へへ、大丈夫。エイラ元気。
そうね。って、何それ、どういうこと。確かにマールからしてみるまで。キーのバカ。さ、エイラたち、行く。ちょっと、カルシモネタがね。エイラ、ありがとう。賑やかな連中だな。自分の先祖かもしれないと思うと、ほっといて、いてもいられないがな。さあ、王様、リーネ様がお待ちです。私たちも帰りましょう。カエルさん。別れに多くの言葉はいらないさ。かっこいいな、カエルは最後まで。そう、言葉とは限らないわ。ちょ、そんな。よかったね。王女様のキスで姿が元に戻るっていうのがハッピーエンドの定番よ。いや、カエルもありがとう。サラを探すの？確かに。あ、魔王は何も言わないでね。うん。ルッカ、私も未来で元気にやっていきます。どうしたの、ルッカ？ルンバマンにお別れは？やはり気づいていたのですね。何が？何のこと？ルンバマンは廃墟となった未来で生まれたわ。でも私たちがラボスを倒したことによって未来は明るくなる。ああ、なるほど。つまり新しい未来ではルンバマンの存在は。あ、そんなことないです。きっと新しい未来でも私は。ルンバマンのバカはバカ。悲しい時は素直に悲しむよ。こっちが余計に悲しくなっちゃうじゃない。そんな思いやりの気持ちを教えてくれたもん、ルッカです。とても感謝しています。涙は似合わないわ、ルッカ。新しい未来でもルンバマンはきっと生まれてくるわ。どんなにも言わずに言っちゃった。何今のドン。さようなら。おっと、俺でアイセンサーが霞んで。いつかした話覚えてる？ええ、死ぬ時に見る思い出の話。ああ、走馬灯のね。もうその人は助かったみたいね。うん、私も感じる、その人の息吹を。時代を旅するなんて荷が重すぎるね。フィットも壊した方が良さそうね。もうみんなと会えなくなるけど。まあなんか悪用されたりしたらね。あれ、猫ちゃん。これこれ戻ってきなさい。母さん、これしたか、あなたが餌を切らしたもんだから、みんな逃げ出しちゃって。え？嘘でしょ？いや、やばいやばい、普通にやばいって。待って待って待って、お母さん？お母さーん！大変、吉田か。もうゲート一緒開かないわよ。どうする？そうね、追いかけるしかないわね。え？追いかけるって、ゲートはもう、まさかルッカ。タイムマシーンがあるじゃない。え、どういうこと？これ使うってこと？後ろの。おっと、マールジア様。こんなところに王様がお呼びです。ちょっとやばい。いやー、素晴らしい。ちょっとね、まあ、まだエンディングじゃないんだろうけど。ちょっとごめんなさい。聞
ックに耐えなかったかもしれないですけど、はい。まあ、多くは語らないです。はい。すいませんでした。ごめんなさい。僕は平気で映画とかで泣いちゃうんで。はい。すいません。私は嬉しいぞ。もうお前たちが遠くに行くこともないじゃろうからな。マールディアよ。この日を記念して私からのプレゼントじゃ。なんだ？え、何？どう、すごいシャレオツなおじさんじゃん。ほら、かわいいじゃろ。マールディアの鐘じゃ。いい音がする。あ、リーネの鐘から？マジかよ。いや、なんかリーネの鐘ないなと思ったんだよ。この時代からはマールディアの鐘になるんだ。おい、マーリア、どこ行った？ほれ、誰か手伝ってくれ。ありがとう。でも私、じっとしていられないの。おてんばやなぁ。あれ？いい。すごいいい。すごいいい終わり方。王様、間に合いましたぜ。一発ドカンできますかい？いや、たま、悪いが今はそれどころじゃん。何？花火？ああ。ああ、いいね。いや、めっちゃよかった。うん。いや、ちょっとね、えぐいな。うわ、この画角の、この、ガルディアの街並み見んのめっちゃいいな。うわ、すげえ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 。うわ、フィットが。いや、めっちゃよかった。うわぁ、なにこれ。いや、なんかもう、全部持ってかれたわ。もう最後のシーン、別れのシーンがちょっと。あれ、泣くって。ごめんけど。うん。あれは泣くって。うん。ずっと旅してきたの、一緒に。いろんな時代を、うん、いろいろあったな。めっちゃ感情移入し、いやーいいな。やっぱこう主人公の吉高がこう、まあ、感情は表現するけど一言も喋んないのがまたいいですよね。こっちで勝手にこうより感情移入しやすいというか、うん、いやー。あ、何？あ、平和な未来のルンマはよかった、消滅しなかったんだ。あ、キーノとね、エイダ。こんなん見せてくれんのかよ、もう。いや、カエルも、いや、カエル、やっぱいいな。いや、リーネと結ばれてね。結ばれたのかな、今のは。んー、いや、魔王も、助かったよ。お前いなかったら吉高復活できなかったよ。うん、いやー、素晴らしい。めちゃくちゃ良かった。まあ、本当に、なんつうの、こう RPG、昔のね、ゲーム、やることたまにあるんですけど、普通に動画とか撮んないで。うん。過去一って言ってもいいぐらいだったら本当にレトロゲームって枠に収めるんだとしたら、うん、ちょっとごめんなさい、いいことを言おう、いいことっていうかなんつうの、まとめに入るべきなんちゅう、ちょっとね、言葉出てこないですよ、ごめんなさい、ちょっと食らっちゃって、うん、ちょっともう一回言いますけど、ルンバマンとルッカの別れちょっとえぐいなあれ、うん、キャラがめっちゃいいですね、それぞれの。うん、立ってますよね。うん。いらないメンバー一人もいないというか。やっぱ改めてルッカとかマールとか名前変えなくてよかったなと思いましたね。僕の地元の友達の女の子の名前とかにしてたら変な感情移入しちゃって。うん。泣くに泣けない最後のシーンとか。まあクリアしてみてですけど、おそらくですけど、多分全然やり込み要素がまだまだある感じでしたよね。うん。ルッカのあのお母さんも多分、こうは言ってますけど、なんかあるんでしょう、救うルートが。うん。
あと俺意外と気にしてるのはその魔王の、最終決戦前の、魔王だけなんか強化されなかったんですよ。あ、マールもかな？うん。なんか、絶対、あったはずなんですよ。その、それぞれルンバマンとかはちゃんとパワーアップしたり、うん。他のね、カエルとかもグランドリオンがパワーアップしてみたいな。最終決戦の直前のパワーアップイベントみたいなのがそれぞれあったと思うんですけど、なんか魔王とか回るだけね、なんかパワーアップできなかったんで、絶対そこもね、僕がなんか見逃してる部分があるんだろうなと思って。まああと、ボッシュとか、序盤に出てくるキャラクターが実はみたいな結構あったじゃないですか。2周目絶対おもろいやん。素晴らしい。ちょっとごめんなさい。動画、今、閉めたんですけど、一回。なんか、別のアニメーションが始まって、ちょっと急遽今カメラ回してます。びっくりした。よかった。何これ。ちょっと、ちょっと待って、汗がやばい、脇汗が。結婚すんのこの二人。やばいやばい、推しと推しが結婚したみたいな。あ、すげえすげえ。こんな映像見れんだ。あ、二人もね。あ、いいっすね。やっぱどことなく吉高とかに似てる気もするな。うん。この二人もちゃんと結ばれた後、いやーいいね。こんなサプライズあんのかよ。めっちゃいいじゃん。よかった。完全に動画閉めたったけどな。カエル、お前もしかしてグレン、今のグレンなのか。グレン、お前人間に戻れたの。騎士団長として、グランドリオンをね、腰に添えてサイラスの思いと共に。お前かっけえって、最後までバカじゃねえの。それぞれの道に、おい、マールと一緒が結ばれんのかよ、お前。お、ガシこんな感じなんだ。アニメ調で見るガシ初めてだったから。うん。いや、今ずっと効果が上がりっぱなし。うん。こんなん見せてくれんのかよ。マジで。一本の映画見た後みたいな感想よくあるじゃないですか。4本ぐらい見た後の感覚です今。うん。いや素晴らしい。あ、なんだ、まだあんの。お、ルンバマン。あ、ルッカか。自分で作ったのかな、あれは。ミニルンバマンみたいな。また別のとこからみたいな。意味深。え、最後のあれかな、あのペンダントはガルディア家に伝わるものなのか、それとも僕が一つ思ったのは、あの緑のなんだっけ、石だっけ、あれだ、ルンバマンの生まれ変わりみたいな。ちげえか、なんか変な、なんか最後ぬめっと終わったかも。いや、あれ考察求む。あれ最後どういうこと。最後考察求む。皆さん、長々とありがとうございました。めっちゃいいゲームでした。楽しかったです。ありがとうございました。